マコナコです。2023年11月の8日に発売されたこのストロングホールドデフィニティブエディション決定版やっていきたいと思います。グラフィック結構変わってるそうなので、そこら辺見ながら、また新しい要素もいくつかあるそうなんだけど、ちょっと細かく分かってないので、まずメインキャンペーンまたやっていこうかなと。これベテラン向けのものも、これが多分追加されたのかな、ベテラン向けにデザインされた高難易度のキャンペーン。あー、こっち側行きたいね。行っちゃいましょうか。王冠の代理人。一応この初代に関しては HD バージョン、それ遊んでるので、そこら辺また動画公開してるんでご覧いただけたらと。そして日本語はないので、テキストはあるけど音声は日本語なし。日本でどこまで売れてるかって言われるとね、結構微妙だからね。とはいえ一作目とか結構人気あったので、知ってる人もいるかもしれません。結構昔のタイトル。北の地方と歌われるロングアーム教の名誉を連れて帰ることであったということになっている。ラットとかで、ね、そういうなんか特徴的な敵の武将というか大将みたいなものがいるんで、ここら辺は知ってる人からするとね、懐かしいと思うかもしれない。自分は3年前に初めてストロングホールドシリーズ遊んだので、まあそれから結構遊んできましたけれども、でこの会社はどこかに買収されたんでね、でより金回りが良くなってるはずなので、今後また新作とかね期待したいところ。だってこれは同じものが流れてる？大丈夫か？これは敵陣を突破して砦に到達することだったということで、ちょっと久しぶりだからうまくいけるかどうか微妙だけど、メインストーリーの方はね、もうやってるからいいかなとか思ってやらないでいいけど、旗がついた石塔に到達する。うん、難易度普通で、目標はこれで、ヒント押すことによってレーダーマップの警告アイコンをクリックすると増援をより早く見つけることができる。すべての敵ユニットを倒す必要はない。要塞にたどり着けば良い。ミッションの早い段階で敵のタワーバリスタを破壊しましょう。敵のバリスタを倒し、自軍の旧兵とクロスボウ兵でタワーを占領で増援、旧兵、クロスボウ兵を守ることが勝利の鍵。チュートリアルは？ああ、なるほどね。詳細がわかる。行きましょう。What? さて、で、操作性も変わったそうなので、こっちが敵だよね。どっちが敵？ Yes, boss. They won't know what it is. どうなってる？どうなってる？どこかから来てるクロスボウのこれか、こっち側。さて、多分 A を押して指定で攻撃しながらとかできるか。なんかずっと追いかけられて尺だけど、砦はどこなんだろう、こっち側か。いや、うわー、ちょっと待って、これ広すぎやつないか。砦はどこなんだろうな。相変わらず弓強いね。バリスタを何とかしてしまえば、もう少し他の部隊奥行ってもらいたい。いや、さらに右側もいるな敵。俺狭いところ移動していかないとダメっぽいけど、
目標の場所が分かんないんでね、どこ目指せばいいんだろう。これでってこっちの可能性あるからな。ここで取り終わった取り終わったけど、まだこっち側あるからな。どうやってあの場所行くのか分かんないけど、一応弓矢で攻撃やってるんで。ダブルクリックで全部指定とかできなかったっけか。アーチャー2部隊しかいないなんてことはないと思いたいけど、だって相変わらず地味な戦い繰り広げてるけど、どこかで増援来るっていう話もあったと思うんだけど、これマップ全体もうちょっと見えてもいいんじゃないっていうね。あーダメだ、上にいたの倒されてる。いやーすごい遠くから追いかけられてるからな。そして右が ここら辺戦って今倒した。どうやってこっちが行く、ちょっと弓は残しておきましょう。ちょっとこれあんまりやりたくないけど、一旦止めましょう。目標とかが全く分かってないから、これなんだろうな。メインオプションはやり直しとか目標、うん、旗のついた石塔なのでこっち側か。あ、下行けばいいの、ここ他ではない、右上かと思ったけど。で、まあ、石塔だからどう考えてもこっち側だよね。いや、となったらさ、もう簡単なんじゃないのこれ。全部で移動してしまえばいいだけなんで。え、これ石塔目指すの何？なんかすごい変なルート行こうとしない？あ、何？回り込むのすごく、ひょっとして。あ、まあでもこっち側来ないと結局はここを壊さないとね、対応しないとダメだったので、しょうがないのか。いや、となるとさ、すごい遠回りでここまで来ないとダメになるけど。ここら辺。今だけでも早く逃しましょう。この弓絡み上乗せといて。落ち着いたボロボロだったね今で。速度の変更もできるはずなんだけど、どれでやるっけ。速度の変更がわからない。あそこ上でかけてもらって、多分時間制限ないと思うので。Need some muscle. You have something in mind? マップこれプラスとマイナスで小さくできるね。これで言いかけられるかどうか。うん、ちょっとこれで敵の数減らしてもらって。どういくか、ここを伝ってってこっち側行って、多分ここ通れると思うので、こっち側行ってここら辺も倒す。まあそのまま下ルートだよね、どう考えてもね。でここから上に上がる。ここなんか結構大群来てるんだけど、しかも鎧を着ている。まああれはかわしながらの可能性もあるね。
ちょっともう兵数足らなくなりすぎてるか。これ平面にすることもできるんで、回転も一応できるけど、もう4段階固定になってる。これがどう動くかでね。あそこで止まられると困るな。ちょっと待って、これ、あ、自らの部隊いる？ひょっとして。ちょっと待って、これいるの？あ、でも向こう帰ってくね。あ、合流できそうだ、これ。攻撃しながらの操作がよく分かってないけど、うん、左が何とか出してるんで、やってきてるのを倒した。左側から襲われてる、よくない。あれをこっち側に持ってきてずっと攻撃してもらうとかね、できればいいけど、なかなか終わんないね、こっち側。来る前に倒せると思いたいけど、ちょっと無理か。そこ狙ってもらいたかった。うん、なんとかなってる。アルバーズ隊か、こっち側は。まだ終わんないね。のんびり見てるぐらいしかないんで。ダブルクリックで全部選択みたいなのがあったと思ったけど、うん、右側の弓はどれだ。ちょっと前出すか。うん、他部隊は多分ないのかな。こっち側も攻撃やってんね。もうずっと置いたままでもいいかもね。全部倒す必要性はないんで。ちょっと良くない良くない。寄ってきてる寄ってきてる。向かい撃ちましょう。結構この弓だとダメージ通らないんで、この敵。これ変なとこ左がやっちゃってるけど、まあ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 。足遅いね。詰まってるのか引っかかってるのかどうか分かんないけど。1体ずつちゃんと狙ってもらいましょう。うん、ダブルクリックで全部選択ができないのはちょっと想定外だな。まあでもバッタバッタ倒してるんで、このゲーム弓でずっと倒すのがね結構面白かったりするから。これさ、こっちが来ないかな。まあまあいいか、ほっといても。すごい遠くから狙われてるような感じになってる。ここら辺弓か、だからあそこは狙わなくていいんで移動しましょう。とりあえずゲームスピード上げたいんだけどな。
これ左がなんだ？うん、目標。これ素材とかもあって、建物もね、建てられるんでね。まあ、俗に言う、シティビルダーとタワーディフェンスを合わせたかのような。ちょっと待って、ここら辺に敵残ってた？はい、シュー。届くかどうか。あ、届かない。これこっち側行ってもらいましょう。ここにいると食らうだけなんで。うん、よくないね。もうちょっと行った方がいいか。奥に。右側大量に。この土塀が結構強いんで。よくないね。結構バッタバッタとやられてるけど。ある程度もう食らってもいいから。前行っとかないと。うん、こっち側もダメージ食らってるけど、上に登ったことによって右側倒せる。当たってないね。ちょっと待って、これ当たらないなんてことある？これ何、ダメージ通ってないな。でも今少しだけ当たった。一体一体寄ってくるのを倒していく。同兵の威力。倒しきった。こっち側が一向に終わりそうにないけど、まあ多少は減ってるので、もうずっとやらしておきましょう。ここね。まああとはここさえしのいでしまえば、ここ倒しきればなんとかなると思うけど、ここら辺も上襲ってきそうだな。でもう増援はいないはずなので、うん、かなり詰まってるけど。え、倒されてる？何それ、これやたら強かったな。こっち側、こっちの方が高台だと思ったけど、そうじゃなかったのか。いや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 、土塀がなんか全然見かけないんだけど。うわ、倒されてんだ。倒してるよ、これ。高低差でダメっていう可能性あるけど。いや、なんか何もやってない感じになってるな。アルバート回、土塀こっち側かなり数減っちゃってるから。あー、ちょっとどうにもなってないな。なんだろうな、今のこの全然当たってなかった状況。もうこれならさ、もっとこっちまで頑張っていってしまうって方がいいんじゃない？いや、今回失敗だ。まあ初手だから分からなかったのはしょうがないとしても。あ、なに、ここ登れたの？そういうのもさ、マップ分かんなかったな。いや、もういいでしょ、行った方がいいでしょ、これ。
付き合ってるけど、この場所これ敵なんだ。これさ、普通の弓なんだけどこんな硬いのか、これ分かんなかったな。分かってればもう全く逆詳しかったと思うけど、春伐採でなんとかなりそうな気配がある。あとはこの最後の敵の部隊でね、ここら辺をこなせるかどうか。うん、ここの土塀、やってしまいましょう。いや、やんない方がいいか。なんかすごい全然狙って、いや狙ってきたな、狙ってきないって言おうと思ったけど、いやもういい、もういい、ちょっとそれ放っといて、放っといて、来てくれ来てくれダメかダメか、ちょっとあと数名生きてるんだけど、こっち側こっち側こっち側あれ、あと1名どっかいるはずだぞ。え、全部終わった。はい、僕いや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 、まあというような内容のゲームです。ちょっとクリアまでやっていきたいと思います。さて、大体同じようなところまで今やってきました。うん、これ乗れるので乗せましょう。こっち側も乗れないか、こっちが上は乗れないね。弓部隊で上はやってもらって、一応速度に関してはプラスとマイナスのボタンで変更できるようです。うん、後ろ側にいるのも全部前出して、なんでこれ弓が前行ってるあっさり倒されてるんだけど、さてここやってきてるのを土塀で一体一体、倒しきったかな。でちょっと土塀、これまあ敵が寄ってきてしまってる。うん、上から来たのは倒した。でこっち側も高台からなんで有利に戦えている、まあ、ここで迎え撃ってしまえばなんとかなるか。多分これコントロールと1でグループ化できない、リフトと1でもできない。あー、どうなんだろう。いや、できてるね。特に数字とかが頭の上になかったから、できてるんだかできてないんだか分かんなかったけど、こんな感じで速度も速めてガンガンと倒していく。まあ60ぐらいがちょうどいいのかな。まだ撃ってるね。だからいいでしょう、行ってしまいましょう。レディーサーショルダーパイクス Your orders? Aye, sir. うん、このハルバーツ隊を前に出しておいて、で後ろから弓隊で、弓というか、うん、石弓兵、土兵だよね、言ってしまえば。ダメだね、届いてないね。うん、まあ、あとは寄られる前に倒していけばいいだけ。
今なんか寝転がったね。一緒に倒されたかと思ったけど。ここに詰める。2回目であるならば問題なく、これだけ兵数残して膠着となりそうです。ゲーム速度上げて、いやーなんか久しぶりだけど面白いな。やっぱりちょっと待って、これここ人部隊いるんだけど、うん、倒しきった。どうなるこれで勝利となってます。まあまあさすがに1回目だからそこまで難しいようなマップではないとは思う。だけど操作とかそこら辺でまだまだ不慣れだった。ここら辺もスコアもね狙っていくことになりそう。ミッション2ということで、このような感じでストロングホールドディフィニティブエディション、新しいものが追加されたもの、ちょっとこれは見ずにまた次回機会があればやっていこうかなと思います。これがどれぐらいなんだろうね。まず2つあるのと、ボリュームが一つ一つがどれぐらいだか分からないけど、メインの方が21、これ以前と同じような内容というような感じになってます。ぜひともリアルタイムストラテジー、そして昔ストロングホールドやった方、興味あればもうワンプレイやってみてください。ちょっとこれ続けてやっていくかどうか分かりませんけど、面白かったのでまた機会があればどんどんとやっていけたらと思います。他にも様々なゲームやってますので、よろしければチャンネル登録して今後もそうした動画ご覧ください。ではでは。